捨てられた公妃は、ユナによる韓国の小説、漫画、ウェブトゥーン。ユナのデビュー作にして出世作。韓国の小説投稿サイト、ジョアラでオンライン小説として連載。2014年11月7日に、韓国の出版社バイアックレーベルクラブにより、書籍化される。その後、カカオページにて、2017年6月9日から、作画、イナによる漫画版の連載開始、日本語版は2018年9月2日から、ピッコマにて連載を開始している。日本での単行本は、漫画の方が先に発売され、小説版は後から出た。2019年、カカオジャパン漫画ウェブトゥーンプラットフォームピックコマで、ベストオブ2019 5位に入賞し、累計40万部を突破した。主人公、アリスティアは、モニーク公爵家に生まれ未来の皇后として育てられた。しかし、ある日、異世界からやってきたミユによって皇后の座を奪われて公妃となり、その後反逆罪に問われて処刑される。しかし、目覚めたら9歳の自分に転生していた。前世でのトラウマを乗り越えながら残酷な運命を回避するため様々な行動を開始する。この騎士、シーモア卿、この騎士団の騎士、ケールアン率いる第2騎士団が遠征に出た後に皇帝陛下がアリスティアにつけた護衛騎士。アリスティアとカルセインに剣術の指導をする。十二教この騎士団の騎士。ケールアン率いる第2騎士団が遠征に出た後に皇帝陛下がアリスティアにつけた騎士。シーモア卿と一緒にアリスティアの護衛を務める。ノベル版では第2騎士団のリアン卿とは友人である。治癒は日本のナロー、系における悪役令嬢ものに通ずる小説で大量生産される異世界へ行く作品のアンチテーゼと言えるのが本作で、ナロー系でもある胸くそ悪い描写がうまいことが一番のセールスポイントであるとしている。韓国のインターネット上では転生した主人公が結局、ルブリスと相思相愛になる結末に対して彼が罰を受けるどころか、ハッピーエンドになったことで一部読者が作者や出版社に抗議する騒ぎとなったほど批判され、治癒もその終わり方は理解に苦しみますと否定的である。以下の出典は角川オフィシャルサイト内のページ。書誌情報の発売日の出典としている。ありがとうございます。